にちは。今はだいたい5時半ですね。で、今日はゆっくり静かなところから練習終わって、今ちょっと近くの公園散歩してる感じだったんですけど、今日は7月の22日でした。2時です。結構前中にいつも通りトレーニングして、すごく改めてね、気づかされたことがあったので、ちょっと今日はサッカーの話を主にしたいかなと。で、朝のトレーニングで今こそコンディションをしっかりつけましょうっていろいろまね、これからチームに参加していくんだけど、そのためにトレーニングしてコンディション整えてっていうのがあるんだけど、今スペイン人のコーチがこう来て、今毎朝やってるんだけど、気づかされたことはやっぱり、すごくやっぱ気にするのは、どっちの足で受けるとか、この角度でとか、すごいこだわりがあるから、なんか当たり前のことかもしれないけど、それ確かにずっと思ってることなんだけど、自分としてもあんまり正直大学生の人とはそこまで意識していなかったことだったかもしれないけど、ここに来て、こっちでサッカーを始めて、そのクロアチアでやって、何シーズン目かな、シーズン目終わりぐらいからすごくこだわり始めたというか、気にし始めた。やっぱそう、遅いよね。でも今気づけて、その時気づけてよかったと思うし、本当に自分のためにも、その自分の成長というためにも繋がってると思う。やっぱり特に今チャーリーっていうコーチがいるんだけど、すごくこだわらさせられるし、こっちの足で受けないとこれこうだからって、こっちの方を受け向けないでしょって言うけどね、日本で言われ、日本のコーチも言うし、こっちの人も言うし、やっぱもう絶対必要なことだから、それをちょっとサボってこうアウトサイドで受けたりとかしちゃうと、やっぱ角度変わるでしょ。あえて触ってたよね。何が言いたいかっていうと、気づくことって超大事だなって思う。そのサッカーもそうだけど、何でもだけど、ちょっとした変化とか、こいつこう感じてんのかなとか、例えば普通の普段の生活も、あ、こいつここ困ってんのかなとか、じゃあやってあげようかなとか思ったりとか、モンサッカーもそうだけど、そういうとこってすごい気づきって超大事だと思うから、もうそれはもうどこにいようが、誰といようが、誰と話していようが絶対一緒だと思うから、本当にそう考えると、やっぱ誰が言ったのか知らんけど、オフザボールはオンザピッチ、オフザピッチはオンザピッチっていう、本当全部繋がってんなって改めて考えた。今なんか喋りながらもそう思った。最初はもうサッカーのこのことだけ話そうと思ったんだけど、意外とそんなところにも繋がっちゃったって、今頭の中でぐるぐるしながら、これ撮る前に考えながら何喋ろうかなと思って考えてたんだけど、意外と喋り始めるとこう違う方に行っちゃうね。そうなんですね。と言いつつ、もうこれで4分経っちゃうんで、あっという間なんだよな。なんかサッカーの話すると結構止まんなくなっちゃうからね。そんな感じで今日は終わりにした方がいいか。まだあったんだよな、喋りたかったこと。でもそれはまた違う時に話せばいいか。一言日記なんで、一言バックサクッと話して終われればいいかな。いつも普段はこうやって一言日記のビデオも撮ってと、あと普通に日記も書いてるから、気づいたことメモしてる感じなんで、またなんか違う機会あれば話せればと思います、はい。で、今日何が言いたかっていうかっていうと、結局ボールを受ける時のもらう場所とか立ち位置とか足とかは超大事っていう、めちゃめちゃ当たり前のことをすごいことかのように言ってみたっていう動画です。当たり前のことが結構やっぱすごく大事だし、
たり前を当たり前にやって、その質を上げるっていうのは超大事だからだと思うから、改めて、まあしっかりと、ほんと日々なんで、それこそゆくゆく意識しないと試合出てこない、繋がんないんで、やっていこうかなと思ってます。ではまた明日の動画で喋ります、なんかじゃあまた。